にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、神奈川県を走っております。いつもの海沿いの道ではなくてですね、もう混みすぎてるんで、山の方を走っております。そしてですね、向かう先は明日が沼津で、その後が箱根で、2日連続花火大会を見るという企画で、この旅をしております。で、今日はリッチにですね、厚木の方で全泊ですね、明日沼津に行くんで、全泊で厚木に宿泊する予定でおります。あのね、天気が今はいいんですけど、明日明後日がねどうなるかわかんないんですけど、まああとは運次第ですね。それではまず厚木までドライブ楽しみます。デイッ。今鎌倉走ってるんですけども、海側も山側もすっごい混んでますね。いや、あの去年の誕生日の時の花火大会がたまたまだったんですけど、すごく良くて最高すぎて、もうそれが忘れられなくて、今年はまた新しい花火大会、沼津と芦ノ湖の花火大会行くんですけど、混んでるだろうな今年は。去年はコロナ禍、あと15分ぐらいで到着です。もうマジで信号多くて渋滞も多くて、山側通んなければよかった、海側通ってる方が全然マシだった。もう想定のね倍ぐらい時間かかってますよ。すでに運転疲れた、もうやだよ。駐車場着きました。施設のどっかの施設の駐車場に停めてから少し歩いて駅に行くみたいですね。ではホテルに向かいます。本厚木ですね、本厚木駅初めてです。で、駅前にホテルがあります。はい、着きました。小田急ステーションホテル本厚木さんですね。それではチェックインしてきます。いや、着きました。綺麗ですね、綺麗ですね。フロント横に一応簡単なドリンクバーと軽食が食べれるスペースがありましたね。そちらも取れたら取りたいんですけど、エレベーターで行かなきゃいけないからめんどくさいんですよね。はい、いいな、デスクだ。ちっちゃいテーブルもあるし、デスクもあるから、デスクあるか、普通配置が特殊だから新鮮っすね。で、駅前です。わあ、いいね。今日は疲れた、すでに疲れてますね。まあただもうね、6時過ぎてるんですよ。だからご飯食わないと、結構お腹空いてるから元気がなくなってきちゃってる。どうなんだろう、週末だから混んでんのかな。というわけで、本厚木の散歩に行って、そのまんま夕食を食べてきます。本厚木駅の逆側ですね、自分たちのホテルとは逆側に来ました。都会ですね、すごくいい街ですね。で、何店舗か居酒屋さん見繕ったので、その中であまり混雑していないお店を選ぼうと思います。それでは行っちゃいます。撮影がね、人が多すぎてなかなかできないんですよね。こちらのお店が評価良かったので入ってみます。混んでそうかな。はい、ビール来ました、いただきます。もう暑くて喉乾いてるから、一口でこんくらいいきますね。飲み干せるわ全然。このポテトうまいわ、細いポテト好きなんですよね。ピザ来ました、結構本格的、サイズも小さいから2枚とか全然食えますね。ハラミの
なんとかカツですね。これ500円には見えないわ。うまそう。パスタも来ました。これも量が少なめなのでいろんな種類食ってみたくなりますね。いただきます。やばい、ここいいわ。酒進むわ。ちょくちょくつまんじゃいますし、酒進むわ。とにかくいいわ。パスタね、普通にうまいっす。おいしい。これすごくおいしいっす。ごちそうさまでした。うまかったっすね。500円っていう価格で初めからこうそこまで美味しくないだろうって言い方悪いですけど、そういう感じで入ってったのですごく美味しかったっすね。リーズナブルで、ああいうお店地元にやはり欲しいっすね。なんか地元に欲しいお店が多すぎますな。ではこの後はコンビニで何か買い出しをして部屋に戻ってゆっくり休んでから部屋飲みですかね。わー、散歩楽しいわ。知らない街の。部屋に戻ってきました。外を散歩してたんですけどね、もう夜でも暑すぎて汗が止まらなくてびしょびしょになってしまったので、コンビニでパピコを買って戻ってきました。ゆっくりしながらお風呂入って飲みますか。最高だぜ。寝てしまいました。疲れすぎてて1時間半ぐらい寝ちゃった。お風呂入りまーす。氷取りに行ってきます。氷氷。晩酌の準備が完了いたしました。明日からが本番なんですけれども、今が一番幸せな時間です。前泊の時間が一番幸せです。明日こうしよう、ああしようって考えながらお酒を飲む時間が本当に幸せな時間です。それでは小一時間楽しみたいと思います。おやすみなさーい。出たー、深夜の赤いキツネ。これ以上にうまいものはこの世に存在しません。うますぎる。もうこの赤いキツネが食べたくてホテル飲みをしてるようなもんですよ。ほんと朝です。酒残ってるな。そして眠いけど天気が良さそうですよ。それではシャワーを浴びていつもの味噌汁をいただきますか。まだ深夜に食べたきつねうどんが胃の中に残ってる感じあります。食欲は全然ないです。しみるわ、うめえわ。チェックアウトします。厚着よかった、また来たい。厚着出ました。今ミリアンパークっていうゲームセンターの近くの交差点から国道246に出るところで超混んでて、混んでないのにもう道がクソすぎて全然進めないっていう現象に20分ぐらい詰まってやっと抜け出しました。そしてこれから沼津に向かいます。前泊編がだいぶ長くなったので沼津編は後編に分けてまたお送りしたいと思いますので、概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。またいろんな各地で前泊したいですね。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた続きでお会いしましょう。バイバーイ。ホコ天始まった。いやー
贅沢な夜飯になりますよ。とりあえずジャガバタとザンギを買いました。ただ食える場所がない、そしてもう買うのも困難でしたね。食べる場所を探します。小野さん